皆さん、突然ですけども宮川理論ってご存知ですか？結構ね、検索するとすぐに動画とかウェブの記事とか出てくるんですけども、まあ、簡単に言いますと、バットがホームランを打てるスイング理論、これが宮川理論です。で、この理論の創始者の宮川さんという方はですね、広島工業高校で選手、監督合わせて県5回甲子園に出場している方が考え出した理論で、すでにもう全国に支部があって、あと指導員もいるという形の理論となっております。ただですね、こちらはですね、完全会員制の理論なので、まあ、会員にならないとしっかりその理論を聞けないと。 YouTube とかね、そういうところに上がってる動画とかも、まあ、一部切り抜きっていう形なので、正確にあの宮川理論っていうのがどういう理論なのかっていうのはわからないんですけども、まあ、動画を見る限りですけど、ポイントが2つあります。まあ、1個はバットの軌道が独特っていうのと、もう1個がですね、フォロースルーがでかい。やっぱホームラン打てる方のスイングとかっていうのはフォロースルーがすごく大きいと思うんですけれども、まあ、その宮川理論を実践するとフォロースルーはでかくなると。あとそのバットの軌道ですね、ボールの捉え方が、あのなんか練習方法からちょっと独特だったんですけども、このボールをこういう感じで捉えてる、こういう感じで、もうこうじゃなくてこういう感じ、こういう感じに捉えてそのままふわー持っていく。で、そのスイングを実現するための練習方法としてですね、なんか L 字っていうのと、あと逆手っていうところを意識して取り組んでるようですね。 L 字っていうのはこの足元がですね、こういう感じで両足が揃ってるんではなくて、ちょっとこう L 字にして打つっていう、まあ、その方が多分そのスイング軌道の練習がしやすいからだと思うんですけども、まあ、その L 字を取り入れてるっていうのと、あと逆手、こうスイングするやつ、スイングした後に普通はまあこういう風にバット切っていきますよね。宮川理論のスイング見てると、最後ね、もうバット巻きついてるんですよ、こんな感じでスイングした後に。でこういう状態になるって、普通にスイングするとこう返しちゃうといかないんですよ、そこまで。だからこの普通のスイングだとこう返すんですけど、宮川理論はこうじゃないかなっていう。だからこれが逆手なのか、だからこっちは行くんですよ。手の甲がこっち向いてると行かないんですよ、そこまで。そこまで曲げつかないんで、スイングした後のこの返しをなんかこう返さないイメージじゃないかな。ブーンってね、このまま行く、このまま行って曲げつく。多分それが力を伝えるのに、まあ、最適なスイングということで、まあ、それが逆手なのかなっていう僕の捉え方なんですけどね。なので、その辺の理論を全部実践してみたいなと思います。で、なんでこれをちょっとやってみようかと思ったかというと、振り方のところでちょっと共感した部分があるんですよ。で、どういうところかっていうと、基本スイングの時にブーンって振るんじゃなくて、どっちかというとこう抜きながら振るみたいなことを宮川理論でおっしゃってるんですね。だからバットとかもちょっとこうフィンガー気味にこう握って、こうブーンって振り抜かずにこう抜く、抜いたこの反動で打つみたいな。僕打ちに行く時多分こうなってるんですよ、バットも。すでにもうこう抜、僕も確かに抜きに行ってるんですよ、こう。もうほんとこういう感じで、こう最初こう握ってたやつが、もう最終こういう感じで抜いていってるんですよ、僕打つ時。ほんと最後僕打つ時多分こうなってるんですよ。その辺のこの抜く感じの、まあ、そのスイングする時のこの抜く感じのフィーリングがなんとなく合う気がするなっていうことで、ちょっと実践してみたいなと思って今回は取り組むことにしました。まあ、ちょっとド深夜にはなるんですけども、今からちょっとやってみたいと思います。それではレッツゴー。
はい、というわけで実践をやってまいりました。やってみた感じですね。ちょっとね、最初やり方がまずかったせいか手首めっちゃ痛いです。手首が死ぬほど痛いですけれども、後半マスコットバットからこっちのビヨンドに握り替えて、まあ、しっかりとそのラインを意識してちょっと地面にまっすぐ線をかけて、その線にバットを通すような感じでスイングしたところ、まあ、割とうまい感じの軌道になってるんじゃないかなと個人的には思うんですけども、でもまだまだそれ全然足りてないよ。いや、そもそも理論が違うよ、もっとこうしないとダメだよってね。そういう意見ありましたらぜひね、コメント欄にお願いします。ぜひ宮川理論実践されてる方からのコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。まあ、あとはですね、実践でキック打ってないので、まあ、このスイング練習して実践でやってみてどうかなっていうところになるかと思いますので、ちょっとこれはですね、まあ、大会近いんですけども、まあ、それとはもう大会近いんですけれども、まあ、ちょっと練習を繰り返してね、実践でもね、この宮川理論のスイングでなんとか臨んでみたいと思います。とりあえず完成させていきたいと思います、僕の中での宮川理論を。2年半の努力は一生あなたの支えになるはずさ、きっと一緒に走って夢見た仲間はこれから何年先も宝さ。